最後にお会いしてからしばらく経つわね。おそらくあなたは全てを覚えてはいないでしょう。将軍の平和を守る侍無限様とその仲間たちの物語を。でも安心して、知っておくべきことは全てお話しして、あとは影に任せましょう。まずは仲間の紹介から始めましょう。私はアイコ、桜流の腕利きのくの一、熟練の忍びであり変装の達人よ。かつて無限様が私に助けを求めて接触してきたの、喜んで力を貸すことにしたわ。将軍上様の存在を脅かす陰謀があり、その指導者は影様と呼ばれていた。まもなくして私たちの仲間は私を含めて5人の一団になったわ。強靭な侍であり私たちの指導者でもある無限様、戦場における武田傑作、疑いの余地もない忠誠心を持つ彼は上様の信頼だけでなく私の心も掴んでいた。隼人さん、誇り高い腕の立つ伊賀の忍びよ。大阪の陣では無限様と助け合い、その後も信頼のおける友人となっていたわ。盗人のユキちゃんは彼女の年にしてはとても賢くて有能よ。隼人さんが中山道での任務中に偶然見つけた彼女はその奔放な才能を発揮してすぐに私たちの仲間となったわ。拓馬様、射撃の名手、老いてもなおその腕は確かよ。同じく大阪の熟練者で、死んだと思われていたけど影様の一味に捕らえられていたところを無限様と私が助け出したの。そして忘れちゃならないのが拓馬様が可愛がっているお利口さんの熊ね。私たちは影様の一団を倒すために共に戦った。密かに武器を作り、その君主の手助けをしていた藪大名の陰謀を暴いたわ。私たちは国中を恐怖と破壊の渦に巻き込んだ乙事大将との戦いに挑んだ。そして彼を裁きにかけた。一歩一歩影様を追い詰め、その土台を奪っていったわ。ついに影様の秘密のアジトを突き止めた私たちは旅の準備をし、名古屋の隠れ家に集まった。しかし最後の任務のために出発する準備をしていたその時、新たな脅威が我々を襲った。とても狡猾な敵、それは私自身の過去の影。これは知る者がほとんどいない物語、私が秘密にしてきたこと、伝説の将軍の刀たちの知られざる一生を。どうやら早く着いてしまったようね。まあいいわ、他のみんなが来るまで時間を潰すとしましょう。終わらせてみせるわ、最も優雅な小道具ね。荷物を準備してしっかりと荷造りをしましょう。影様のアジトまでの道のりは長いわ。隼人さんに食べ物のことで文句を言われたくないわね。無限様の装備、姿を隠しておくためにここに置いているのね。他の誰かと見間違えそうだわ。装身具、大したものじゃないわね。雪、はあ、日に日に疲れが増してくるわね。はあ、本当に不注意だったわ。誰にも知られてはいないみたい。特に無限様にはこのまま秘密にしておくのが良さそうね。ああ、愛子殿、無事に着いたようで何よりです。あなたもね、無限様。どうかしましたか？少し具合が悪そうですな。何でもないですわ。私のことはどうぞご心配なさらず。ふん、準備よしと。他の方たちはまだ来ていないのかしら？外で待っております。迎えに行きましょうぞ。ええ、そうしましょう。いよいよこれで最後だな。そう、我々はついに敵と相まみえるのだ。この任務にはみんなで一緒にいられるか。
かな。もちろんだ、ユキ殿。タクマ殿がその気になればの話ではあるが。ウゲン殿、わしのことは心配せんでもよい。それはよかった。皆の衆、聞いてくだされ。乾杯をしようではないか。上様とその信頼する刀に、影様に終止符が打てるように。乾杯じゃ。乾杯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 。どうぞ続けてくだされ。お前さん方の粗末な計画は実に愉快じゃな。あなたはどういうことだ。そなたは。素晴らしい質問じゃな。愛子よ、その者に教えて差し上げよ。このお方は千代夫人です。桜組の元棟梁です。私の師匠です。忘れてなかったか。それは嬉しいの。手助けしにここに来られたわけではないのでしょう。残念ながらそうではない、愛子よ。それどころかその逆じゃ。影様はお前さん方の邪魔にうんざりしておられる。我はそなたらを止めるために派遣されたのじゃ。実にがっかりしたぞ。ここでお前を見つけるなんぞ全く難しいことではなかったからな。からかうのはやめて、はっきりと申してくださらぬか。慌てるな。そなたらにも順番は巡ってくる。侍よ、その前にタクマとユキでよかったかの。そなたらには我らと共に来てもらおう。なんで嫌だよ。ユキちゃん、落ち着くのじゃ。こっちじゃ。手間をかけさせるでない。残りのものは残念じゃが処刑させてもらうよ。さらばじゃ、愛子。もっと華やかな再会を望んでおったんじゃがの。私もです、先生。しっかり見張る人たちようね。長の始まり。音を立てて俺のある手が。静かな意思表示に。油断してはならぬ。首を差し出せば君主は喜ぶ。今は優位に立っているわ。特別な粉よ。あの名だたる刀たちが老婆に。ただのかすり傷。共に戦うから強くなれ。俺のある手だ。特別な粉よ。優雅な解決法ね。待っても無駄だな。手裏剣術。老婆に出し抜かれたのだ。音を立てるな。今すぐ何とかしなければ。無限様、まとめて切ってしまおう。刀を使うとしよう。今ここで終わる。立ち風。失敗はせぬ。影様が勝利。くそ、危なかった。とっととずらかろう。千代夫人は私たちをもてあそんでいるのよ。きっとこの隠れ家は包囲されているわ。ならば秘密の出口を使おうぞ。水のように動け。時間は無駄にしない。ショーの始まりね。忍耐あるのみだ。
移動中よ。敵の視野に入らないように。きっとこいつが役に立つと思ってたぜ。静かに。まだ安全とは言い切れないわ。おお、そなたの同志は姿を現さんの。そなたらの無能さには驚かされるの。きっともう死んでおるのであろう。さて、もし我がそなたの立場なら、同志を見つけるまで町中を探し回るがの。覚えておけ。もし影様が奴らの首を取れないのなら、代わりにお前の首を取ることになるぞ。一体何を企んでおるのだ。どこに連れて行く気だ。尾行は無理だな。即興でやるしかない。千代夫人の部下の声に耳を澄まして、何かわかるかもしれないわ。そうだな、早速やってみようぞ。奴らが姿を現したら撃ち殺せ。本当に囲まれてしまったようだな。あの出口を作っておいてよかった。正面から出ていたら、千代夫人が影様に私たちの首を差し出していたでしょうね。誰もこれから逃すなよ。いいな。終わらせてみせるわ。隅々まで探して全ての茂みをつけ、奴らを見つけろ。早くここから降りて。いつの日か屋上からの飛び降り方を教えてくだされ。あんたのその装備なら飛び方を学んでも変わらんだろう。奴らの死体を俺の前に並べろ。すぐに。たくさんいるわね。逃げ切ることができてよかったわ。あのお方はどうやって我らを見つけたというのだ。この隠れ家を知っているのは上様の信頼できる忍びだけのはずだ。残念なことに、千代夫人はかつて上様が最も信頼していたくの市なの。お見事ですな。ただの髪留めで殺すこと、千代夫人が花学園で押し、出てくださったことの一つです。何事も上品にですか。それが私たちの心情でした。井戸の中から行くことができるわ。
確か雪殿がその道を見つけたのでしたな。賢い子だ。姿を隠すためには泥の中を這うことも厭わない。中にいるかもしれん。身を取るまで帰らんぞ。行くぞ。そこには行けない。静かに。突入する。油断してはならぬ。忍耐だ。奴らが姿を現したら仕事だ。殺せ。音を立てるな。拙者の役目は明確だ。そこにいよう。数よりも腕だ。道がないぞ。奴らの噂は知っているだろう。水のように怠るな。ああ、これが良い。神道滅却。奴らは袋の中のネズミだ。勝利は近いぞ。手裏剣を使おう。栄光が待っておるぞ。上様のための刃。そこにはいないね、早瀬さん。簡単だ。あんたもこれを使いこなせるようになってきて。そうね、後で教えてちょうだい。準備完了。すべての茂みをつけ。奴らを見つけろ。音を立てるな。やった。水のように動け。奴らの死体を俺の前に並べろ。すぐにだ。わけにはいかないのだ。分かっておるな。探せ。どこかに隠れているはずだ。静かに。俺が敵の気をそらす。扉に武器が。まだ中にいるかもしれん。突入する。幼児隠れの術。首を取るまで帰らんぞ。何か聞こえたぞ。
見られないようにするのよ。幕開けね。密かに。奴らの噂は知っているだろう。警戒を怠るな。落ち着け、音を立てる銃だ。水のように動け。は？幼児隠れの術。誰もここから逃すなよ。いいな。静かに。奴らを見つけろ。音を立てるな。静かに。突入する。行き道がないぞ。道がないぞ。出るな。剣術。静かに。水のように動け。とっていや、できん。音を立てる。今のは聞いた。応戦中。そこには行けない。奴らは袋の中のネズミだ。勝利は手裏剣がつく。静かに。共に戦うから強くなれる。隠れていい。一撃。そこには行けないね、早く。簡単だ。あんたもこれを使いこなせるようになってきて。そうね。後で教えてちょうだい。柔らかい落ち着き、静かな意思表示ね。待っても無駄だな。音を立てるな。行き道がないのように動け。突入する。便利だな。水のように動け。目立たないようにします。何も着ないわけにはいかないわ。まずは変装が必要ね。変装がないわよ。ショーの始まずは変装が必要ね。準備はできておる。ああ、酒だ。待っているぞ。死ぬにはちょうどいい。酒だ。引退だ。あんたが酒瓶を持ってきていてよかったよ。大阪のあの日からこの酒瓶を手放したことなどないのだぞ。今回も俺たちに幸運をもたらしてくれることを期待しよう。慎重に進もう。俺は行かないのだ。分かっておるな。そこにいよう。探せ。
隠れているはずだ。扉に武器が。まだ中にいるかもしれない。任務のためだ。失敗はせぬ。奴らの首を取るまで帰らん。用心深く終わらせてみせる。神道を突入する。音を立てるな。見られないようにするのよ。いけないわ。気づかれないままね。数よりも腕だ。音を立てるな。静かに。突入する。そして朝の雪。やつらの噂は知っているだろう。警戒を怠るな。万座しよう。手裏剣を使おう。やっ、一滴の血。移動中よ。計画実行中。準備完了。水のように。移動中よ。黒の中のネズミだ。勝利は近いぞ。密かに。準備はできておる。おとりだ。おとりは設置した。これには誰も抵抗できない。目立たないようにしましょう。万座しよう。ああ、上が良いのに。さあ、インサイダー。全ての茂みをつけ。何事も終わらせてみせる。拙者の役目は明確だ。死体を俺の前に並べろ。すぐにだ。落ち着け。音を立てるだ。水のように動け。そこにはいけない。静かに。水のように動け。分かっておるな。隠れているはずだ。音を立てる。柔らかいお辞儀。静かな意思表示ね。計画実行中。そこにはいけないわ。
に武器が。まだ中にいるかもしれん。集中だ。待っているぞ。道がないぞ。突入する。音を立てるぞ。奴らの首を取るまで帰らんぞ。水のように動け。奴らが姿を現したら撃ち殺せ。俺が敵の気をそらす。死ぬにはちょうどいい日。上様のために。見ろ、侮るな。一撃、慎重に進もう。待っても無駄だな。行事隠れの術。我が命、上様に捧げようぞ。奴らの噂は知っているだろう。警戒を怠るな。油断してはならぬ。まで探して全ての茂みをつけ、奴らを見つけろ。静けさ、私たちの味方。すぐにだ。神道滅却。俺が敵の気をそらす。妙なことだな。音を立てるぞ。奴らを逃がすわけにはいかないのだ。分かっておるな。突入する。何か聞こえたぞ。行事隠れの術。水のように剣術。今のは何とだ。扉に武器。まだ中にいるかもしれん。突入する。俺が敵の気をそらす。手裏剣を使う。風を切る。行き道がないぞ。突入する。手に入れた。
音を立てるな。奴らを侮るな。そうだな。用心深くね。抵抗が待っておるぞ。警戒を怠るな。水のように動け。静かに。情報を手に入れたぞ。どこかに集まり、今しがた聞いたことを話し合いましょうぞ。屋根に上がろう。あそこからなら見晴らしがいい。同感よ。音を立てるぞ。突入する。幼児隠れの術。今の音は？何でもないぞ。隅々まで探して、すべて共に戦うから強くなれる。失敗はせぬ。くそ。俺が敵の気をそらす。忍耐こそ最強の武器である。我が刃は鋭い。音を立てるぞ。奴らの死体を俺の前に並べろ。すぐにだ。忍耐物音を立てずに動こう。何でもないな。ここへ止まれ。よく見ろ。奴らを侮るな。ああ、これが良い。忍耐だ。仕事だ。音を立てるな。静かに。今は優位に立っているわ。幕開けね。奴らの噂は知っているだろう。警戒を怠るな。情報を手に入れたぞ。どこかに集まり、今しがた聞いたことを話し合いましょうぞ。屋根に上がろう。あそこからなら見晴らしがいい。同感よ。油断してはならぬ。なぜか。音を立てるぞ。水のように我が命隠れて上様に捧げようぞ。慎重に進もう。準備完了。誰もここから逃がすなよ。いいな。突入する。水のように動け。そこにはいけない。突入する。拙者の役目は明確だ。目立たないように敵の視野に入らないように。隅々まで探して全ての茂みをつけ。どうやらユキちゃんとタクマ様は港に連れて行かれたようね。じいさんがいる。あの外国船に乗せられたようだ。ポルトガルの船だ。しかもかなり大きい。不思議ね。一体どんな陰謀に巻き込まれようとしてるのかしら。怒りを上げろ。大晴れ。じいさんを乗せた船が行っちまうぞ。ユキ殿は共に船に乗っていたのか。いたぞ。どうやら置き去りにされたようだ。おそらく千代夫人の部下が私たちを捕らえ損ねた時のためのおとりにするつもりなんでしょう。また不意打ちをしてくると。いずれにしても慎重に進むべきですわ。
橋の上の検問所。港に行くにはここを通らなければならぬ。市場にはもっとたくさんの人がいる。町の半分を占領しているようだ。変装が役に立ちそうね。見過ぎの宿の友人が道具一式を用意してくれるでしょう。あるいは一馬大名のお屋敷を訪ねるのもいいかもしれないわ。奉公人が干す洗濯物を手に入れられるでしょう。ここにも我らの味方がいてよかった。いざ雪殿を救いに参ろう。愛子の昔の先生と対決することになったってことか。辛いけど。そういうことみたい。なぜ影様と手を組むことになったのだろうか。仲間を救い出した後にぜひとも答えてもらいたい疑問だわ。開けさせろ。はい、もちろんです。特に区の位置に注意するよう申されて。おい百姓ども、中に入れろ。道がないの。我が刃は鋭い。ショーの始まりね。優雅な解決法ね。気づかれないままね。忍耐こそ様のため最強の武器である。静かに音を立てるな。忍耐あるのみだ。物を立てずに動こう。静けさ、私たちの味方よ。準備はできておる。待っても無駄だな。機は熟した。隅々まで探して全ての茂みをつけ。向かっている。彼らを見つけろ。神道滅却。静かに。共に戦うから強くなれる。待っているぞ。幼児隠れの術。風切り。大と小。失敗はせぬ。拙者が最も命を奪える技だ。柔らかいお辞儀、静かな意思表示ね。終わらせてみせるわ。奴らは町人だ。威嚇しろ。もちろんです。もっと厳しくやります。死ぬにはちょうどいい表示。そこにいよう。扉を開けろ。隠れ家の奥まで捜索しておる。奴らの傲慢さは限度を知らないのか。町の見張り場は何をしているんだ。全員が高級の有給休暇を楽しんでるんじゃないかしら。いずれ上様の耳に入るだろう。扉を開け。
酒だ。愚か者め。もったいないな。この間抜け、今すぐにここを開けさせろ。はい、もちろんです。いつでも準備はできてよい。移動中よ。抵抗が待っておるぞ。時間は無駄にしないわ。計画実行中。落ち着け。突入する宇宙だ。共に戦うから強くなれる。耳が遠いのか。扉を開けろ。一杯どうだ、友よ。刀を使うとしよう。拙者、慎重に進もう。何事も優美に。そこにはいけないわ。いけないわね。斬新な小道具よ。何か見えるぞ。リロード中。闇討ちだ。どこにおる。奴らを見かけたか。拙者の役目は明確のための刃だ。油断するな。刺激、栄光が待っておるぞ。足跡か。おとりは設置した。ではあるまい。死ぬにはちょうどいい日かもしれん。おとりは設置した。静かに。突入する。俺が敵の気をそらす。あの音は紛らわしい風だ。音を立てるぞ。音を立てるな。道がないぞ。水のように動け。よくもこのふぬけが。油断してはならぬ。物音を立てずに動こう。上様のために。はせぬ。神道滅却。行き道がないぞ。そこには行けない。突入する。道がないぞ。静かに。水のように動け。音を立てるな。かかるなよ。突入する。手裏剣術。静かに。拙者の役目は明確だ。
そこにいよう。落ち着け、手裏剣。狙いは刺さない。そこにはいけないわ。待っても無駄だな。静か、音を立てるな。水のように動け。行き道がないぞ。道がないぞ。突入する。水のように動け。油断してはならぬ。忍耐だ。拙者のとっくり。任務のためだ。数よりも腕だ。手裏剣術。上様のための刃だ。いけない。何か見えるぞ。骨のある敵だった。突入する。便利だな。いつでも準備はできているわよ。かかるなよ。密かに敵の視野に入らないように。幕開けね。終わらせてみせるわ。忍耐こそとを立て最強の武器である。首を差し出せ。老人と子供だったの。小さな町のたった二人の犯罪者のせいでこんな大騒ぎになってんの。どこから来るか分かる。俺が敵の気をそらす。手裏剣が使える。狙いは外さない。水のように動け。銭入れた。柔らかい弾き。決実実行表示。お待ち、地下根の変装の時間ね。それで千代夫人も変装が得意なのか。ええ、私なんて足元にも及ばないわ。実際今の私が千代夫人の変装だったとしてもあなたは気づかないでしょうね。なるほど、そいつは面白いな。しっかり見張る人たちようね。単なる部屋組みよ。ショーの始まり。簡単。しくじった。くっ、上から敵してるぞ。いたしの人よ。やったお。それで千代夫人も変装が得意なのか。ええ、私なんて足元にも及ばないわ。実際今の私が千代夫人の変装だったとしても
あなたは気づかないでしょうね。なるほど、そいつは面白いな。数よりも腕だ。音を立てるな。静かに。突入する。水のように動け。突入する。手裏剣術。せっせっせっ。ちょうだい。なんだ。そこには行けない。共に戦うから強くなれる。隠れていよう。いい酒だ。慎重に。おとりだ。不可能だ。失敗はせぬ。静けさが私移動中だよ。単なるヘアピンね。計画中。おいお前。そこには行けない。目立たないように敵の視野に入らないように。優雅な着地ね。単なるヘアピンね。時間は無駄にしないわ。待っているぞ。音を立てるぞ。それが敵の気をそらす。今のは何だ。幼児隠れの術。音を立てるな。何か聞こえたぞ。刃が血を欲しがっている。そうだな。道がないぞ。行き道がないぞ。水あ、そこには行けない。突入する。音を立てるな。音を立てるぞ。
俺が敵の気をそらす。今は優位に立っているが、気づかれないままで。あの音は簡単に隠れられるわ。ああ、これが良いだ。おとりだ。いい酒だ。おとりは設置した。これには誰も抵抗できまい。静けさ、あなたたちの味方よ。終わらせる。かかれ。早く隠れないと。おとりだ。おとりは設置した。神刀滅却。これには誰も抵抗できまい。手裏剣を使おう。風を切る。瓶を持ってったな。数よりも腕だ。音を立てるな。やった。音を立てるぞ。水のように動け。道がないぞ。行き道がないぞ。拙者の役目は明確だ。行くぞ。突入する。行事隠れの術。は？忍耐あるのみだ。慎重に進もう。酒だ。もったいないな。いつでも準備はできる。俺が敵の気をそらす。今のは何だ。抵抗が待っておるぞ。こんなとこに待っているぞ。どうだ友よ。これには誰も抵抗できまい。後で取り戻すとするか。静かに。これに刀は必要ない。音を立てるぞ。何か聞こえたぞ。手裏剣を使おう。そこには行けない。水のように動け。機は熟した。引退だ。待っても無駄だな。行事隠れの術。気を抜かず刀を使うとしよう。隠れていよう。合わせてやるのだ。そこにいよう。静けさが私たちの味方よ。終わらせてみせるわ。移動中よ。行き道がないぞ。音を立てるな。道がないぞ。突入する。手裏剣が使える。狙いは外す。招待する。応戦中。静かに。突入する。情けは無用だ。何もないぞ。音を立てるぞ。かなり時間が経ってるぞ。油断してはならぬ。いつでも準備はできている。ショーの始め。離れたのか。
返事しろ。おい、忍耐こそ最強の武器である。ほどほどにしろ。行事隠れの術。どこにいるんだ。返事しろ。どこかに隠れてるのか。そこにいるのか。何もないぞ。冗談はほどほどにしろ。襲われるとは思え。本当に何者かを見たのか。俺の目を欺けるとでも。何も見つからん。任務に戻れ。共に戦うから強くなれる。おとりは設置した。逃げられたか。失敗はせぬ。静かに。突入する。出るな。剣術。刀を使うか。奴らはどこから来るかわからんぞ。闇の中に隠れたり、闇の中を這い回ったり。我が命、上様に捧げよう。隠れていよう。神道滅却。静かに。突入する。ではならぬ。上様のために。刃が血を欲しがっている、個人的な恨みはない。我が刃は鋭い。静かに。忍耐あるのみだ。向かっている。仕事だ。手裏剣術。俺が敵の気をそらす。手裏剣が使え。せっ。剣術。突入。侍ではない。
忍耐こそ最強の武器ではせぬ。いつでも準備はできている。突入する。音を立てるな。水のように動け。あっ、剣術。共に戦うから強くなれる。物音を立てずに動こう。忍耐あるのみだ。向かっている。慎重に進もう。隠れていよう。我が刃は鋭い。静かに。水のように動け。油断してはならぬ。準備完了。俺が敵の気をそらす。死ぬには上様のための刃。名誉と共に死ねたのだ。いつでも準備はできているわよ。優雅な解決法ね。これなら合いそうね。演奏することに飽きたことはないのか。不思議なんだけど、忍びの多くは変装することの重要性を知っているわ。ハヤトさんは違うのかしら。何のために変装する必要がある。茂みの中に隠れることができるのに、なぜわざわざ変装して危険を犯すんだ。私たちの違いにはいつも驚かされるわね。死わよ。あの侍を見くびるな。あやつはおっことだよ。おたくなんかないよ。殺そう。何のために武装した衛兵が必要だったのかね。なんでだ。賄賂を受け取って。捕虜になってたのはただ。兵を最後に見たのはいつだった。乗せてやるのだ。千代夫人は特にくの市に注意するよう申されていた。あの女の色地。気づかれないままね。終わらせてみせるわ。そこにはいけないわ。密かに敵の視野に入らないように。道がないの。優雅な着地ね。ショーの始まりね。移動中よ。一体何であれ、私は巻き込まれたくなんかないよ。計画実行中。わかねえのか。しくじった。早く隠れないと。止まれ止まれ。上から攻撃してるぞ。